左手を持って橋のロープが裏側になるようにして持ちます。その後このループを手前にかけてね、手前にかけて裏で受け取ります。こうね、手をひっくり返して、でここのね指でこれを受け取って、で締めます。こうね、まあなるべくポイントとしては上側で結んでください。この引っ張ってくる方のロープですね、それを取り出して引いてきて、アオリータのフックにかけます。でさらにここにもう一つね、トリッキー南京を作って同じように引き込みます。ループに通してアオリータのフックにかけます。ダブル南京の完成です。軽い力でもバッチバチにね引き込むことができます。